よく聞けお前たち、これからアテナと釈迦の死の意味を、全てのことを教えてやる。そして教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んでハーデスを倒せ。今こそハーデスの野望を叩き潰す時が来たのだ。何？ハーデスを倒せだと？シオン、あなたは一体？アテナ、あなたとまさか自らシオンに呼ばれると。あなたは私たちの心の奥底の苦しみを分かっていてくれたんです。何を今さら泣いている？アテナを死に追い込んだのは裏切り者のお前たちではないか。一体お前は敵か味方か。そうだ、はっきりしろ。うろたえるなと言ったはずだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに願える者が一人でもいると思うのか。何？私もサガたちもアテナのセイントだ。たとえハーデスが永遠の命をくれるからといってアテナの命を取りに来るわけがあるまい。バカな。それでは一体なぜ今まで？そうだ、なぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。聖なる衣よ、243年の時を超え、今またここに目覚める時がやってきた。大いなるアテナの血によって再び目覚めたまえ。何？アテナの血を受けたアテナ神道が冥道とともに輝きを放っている。消えたのではない。よく見ろ足元。何？あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。なんだって？アテナのクロス。もはやこのシオンに残された時間はない。この身は間もなく塵となって消え、再び死の国での永遠の眠りが待っていることだろう。お前たちに与えるものがある。アテナの血を俺たちのクロスにつけて。シオン、これは。お前たちもアテナの血によって蘇るのだ。
ブロンズよ。アテナの血によって蘇った。それこそまさしく最強最後のクロス。お前たちのクロスも蘇る時には人間の血液を必要とするように。アテナの大いなるクロスもまた200数十年に一度蘇る時にアテナ自身の血を必要とする。しかし、そのことを知っているのはかつて教皇であったこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うにはアテナもクロスをまとわねば決して勝ち目はない。なんとかアテナにクロスをまとってもらわねばならん。そんな折、ハーデス側の方から死の眠りの中にいた私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界から解き放ち永遠の命を与えてくれるとな。私たちはそれに乗ったふりをしてこの12球に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。だが表面上はあくまでもアテナの命を狙う敵として。そうしなければハーデス軍の監視は並大抵のものではない。私たちの真意を知られれば立ちどころに私たちの身は消されてしまうであろう。そうなっては全てが水泡に帰す。あえてアテナに禁じられたアテナエクスクラメーションまで使ってハーデス軍に見せたサガたちの心の慟哭がお前たちにわかるか。教えてくれシオン。俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ。本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ？それは…どうした？シオン。沼の命は朝日が昇るまでの間12時間ということだったが、どうやら別れは早々と訪れたようだ。シオン。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。アイオリアたちのコスモをたどっていけるはず。そしてアテナに、アテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。わかった。
シオリを許せ。お前たちにはシオリの辛い苦しみを味わわせてしまったようだ。だがお前たちの苦しみは決して無駄にはせず、生き残った者たちで必ずハーデスを倒してみせる。そしてわしも間もなくお前たちの元へ行くだろう。それまでさらばの友よ、行くかカノンよ。音もつかまつります。かつて最強を謳われたゴールドセイント、よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたものよ。まあ日の出までに取ってこねばハーデス様にいただいた束の間の命も朝日と共に消え失せてゆく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ、早くアテナの死に顔を見せよ。その前に。どうした？アテナを殺してくれば我らに永遠の命を下さると言われたハーデス様のお言葉に間違いはありませぬな。何を言うかと思えば、もちろんハーデス様は心優しきお方。嘘偽りなど申されぬ。安心せよ。されば、ぜひともハーデス様に直にアテナの死に顔をお見せしたいのであります。何？ハーデス様に直に？ならぬ。ハーデス様は神であらせられるのだ。人前になどお姿を見せるわけがあるまい。このパンドラが見ればそれでよい。さあ、アテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？さあ、ここへ運ぶ途中でどこへ消えたのか。まさかアテナ直々冥界のハーデスの元まで行ったのか。パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。憎き敵とはいえ、女に対して手荒なことはしたくない。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今まではすべて我らを欺く偽りの行動だったということか。だがお前たちは大事なことを忘れていないか。な、何？うわ！愚か者め、お前たちが今までこうやって動いてこれたのも
ハーデス様がくださった束の間の命によってではないか。その恩も忘れた亡者どもは無限地獄へ落ちて永遠に苦しむのだ。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。苦しいか？再び死の国へ舞い戻るのが恐ろしいか？一つだけ答えよ。アテナは、死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎぬ。死んだ人間が行くところは死の国へと決まっていよう。おのれ、まだそのような。様を守る体制に入るようスペクター全員に伝えよう。はっ。サガよ、残念だがアテナの思い通りにはならん。ラドマンティス様、すでに城内のほとんどの者が冥界に向かいました。パンドラ様のご命令により、このハーデス城は間もなく崩壊します。ラダマンティス様をどうぞお早く。分かっている、今行く。ただちょっとネズミが紛れ込んでいたのを見つけたのでな。それもゴールドセイントの大ネズミが3匹もだ。どうやらサガたちにくっついて城内に入り込んだらしいが、まさに飛んで火にいる夏の虫よ。やつが冥界の三巨頭の一人と言われるラダマンティスか。だがあいつがいかに最強とはいえ、ゴールドセイントの俺たち三人が束になっても歯が立たんとは。信じられん。何度やればわかる。そんな剣など蚊が刺したほども感じぬわ。
冥界三巨頭の一人と言われるラダマンティスか。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミ。レディーハその程度ではな。
我が剣は稲妻のごとし。これを見据えぬお前に勝機はない。